はい、うんです、こんにちは。じゃあ、今回ですけども、ベッカム一緒、やっていこうと思いますパチ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 ガチャでつい来ちゃいましたね。イングリッシュリーグミットフィルダーズっていうところで。もうね、獲得した人も多いんじゃないですかね。まあ、僕も33試合使ったんですけど、まあ、総評としては意外と悪くないかなっていうところです。なんか結構、評判悪いんですよね。ツイッターとかでも。使うところないとか、足遅いとか、ダブタッコアウトスピンないとか。か意外とやれるかなっていうところあったんで、紹介していこうと思うんですけど、フォームはね、 これがね僕強いいかなと思いますの左 C M F、まあ実際どういうふうに使えばいいのかっていうところとかもお見せできたらと思うんで一緒にクイップ見ていきましょうまあベッカムの一番いい使い方はこうかなと思いますもう真ん中に置いてもうどんどんこうパスはたきながら上がっていくっていうドリブルがねあんま速くないんでこういうふうにあのベッカムにはワンパとかワンタッチツータッチぐらいでどんどんこうはたいてもらってビルドアップやってもらうとすごいんじゃないかなと。 思いますキック力あるんでねあとパスもうまいんでこういうのもすごいいいかなと思いますまあその間のプレイ集なんですけどベッカムがこう上がって今回はねあのベッカムが前目言いますけどねここのスルーパスねうまいんすよなんでベッカムあんま無理してドリブルせずにワンタッチツータッチですぐこうパーンってパス出したのがいいのかなって思いますね続いてこのシーンですね右向いてベレッチ スライドドリブルでうまくかわして、ベッカムが逆に。ああ、もうやっぱキック力あるんで展開力あるんでいいですね。まあ、これはちょっと微妙にうまくはまんなかったですけど、ロベカルが沈めていく。ここのね、逆サイドにキックもね、もうかなりいいですね。キック力高いんでどんどん皆さんも狙ってみてください。続いて、ショートコーナーのシーンですね。ベッカムがコーナー蹴る側でロベカル預けて、 パパススもららっってこっからインククトクロスいやーいいですねロシツキーナイスいいところにいたベッカムって言ったらねクロスだと思うんですけどねファーのクロスがここにねうまいこといくんで気持ちいいですねまあでもねすごい左足で蹴るのかなって位置でも右足にねわざわざ持ち帰ってやつはちょっと可愛いですねこういうところちょっと逆足いいんで低い出てますよねまあ別に右足で蹴ってくれる分にはいいんで大丈夫ですでもこう別のコーナーキックですねもう一回こうロベカルかな来てもらって トッティがワンシュー外したところナイスいやベッカムさん気持ちいいですねミドル決めていきます続きましてこのシーントヤスがサイド預けてベッカムが抜け出しそうこういうところ抜け出してもいいですよねナイスレオンサイドハーフにねネイマールとかやるときにこうディフェンスがいますよねそのときにうまくねあのこっちにねやっぱ抜け出してくれるんですよねここワントップしかいないんでここのスペース空いてるんでね、まあ、このシーン別にここでも 1周、まあ、で入ったかなと思いますしこの選手がいたんでねあのここに出してこう走ってきてもらってこういうシュートいけるかなって思うんですけどここでもらうとね結構チャンス広がるんでいいですよねただ本当はここでダブルタッチとかしてかわせたらねこうから根果が狙えたりとかするんでねダブタ欲しかったなっていうのはありますじゃあ次このシーンですねロベカルが、えー、ダブタル抜いてこここぼれ球すね拾って中に一歩入って で、こっから、コンカ。いやー、うまいこれは、ベッカムだね。素晴らしい、コンカ。ロング、ちょいロングコンカですね。これ、こういうコンカ、なかなか、キック力ないとね、入んないっすね。ベッカも僕はね、91になるように、えー、キック力、調整してあるんで、まあ、かなりいいですね。あと、このシーンですね。パントキックで、サイドに蹴って、前線の選手にね、どこに入れようかね、今、タイミング、見計らってますね。で、リ一旦出して、落として、 あんまパスコースがないんでね。で、ここでビーラーがいたんで、出して、こっち。トッティ落として、抜け出してもらって、ここでラストパス。トラップ、ワンシュー。ワンシューじゃないってろ。ナイこっからね、フライスルーパス。めちゃくちゃ良かったっすね。これ、オフサイドギリギリのところで。トッティもこれ、トラップしてからシュート完璧で素晴らしい。とか、こういうの狙えるんでね。フライパス高いんで。 積極的狙うとといいと思シーフウイけてベッカムのトスその瞬間にもうパス後でタイミング見計らってこうパスですよねナイスじゃあ練習動画こんな感じですねいや本当はもっとあのロングシュート決めたかったんですよでも全然僕が PS なくて決めれなかったごめんそれはあの Twitter とかにいろいろ上がってると思うんでね あのそういうの見て、ぜひ、あのー、やってみてください、皆さんも。結構入ると思います。なんか結構蹴ってはいたんだけど、微妙にちょっと入りきらなかったのは、なんかライジングシュートないからかなと思ったんで、ベッカムでね、ログシュート決めたいっていう人は、ライジングシュートとかつけて、インパクトで蹴ってみるといいかもしれないですね。僕はまだ何もつけてないです。一応ね、育成に関してはこんな感じですね。レ力4、パス5、ドリブル10、瞬発12、スピード10。こうすると、 えー、ボルコン88ドリブル79ボルティープ84グラッパ86フラッパ95テテルク83テテルク結構高いですねもうカーブ値上げたくてテテルク振ったんですけどでも、ね、こんなカーブいらないかもしれないですね脚力とかに振ってもいいかもしれないすですでスピード審発が7978ティク力87ボディコン85スタミナ93スタミナあるのがでかいですねこれがブーストと補正合わせると こうなりますね。総合値101。もう101はでもすごいっすね。ロマン。ボルコン90、ドリブル81、ボルティパ86、フラッパー88、フラッパー97、フラッパーバカうまいんすよ。ケテルッ87、ブルスリーカーブ98、100。カーブこんな振んなくてもいいかもしれないですね。で、スピード瞬発81、80。ティッ力91。で、ボディコンも87。結構ね、数字的にいいのかなってます。ただ、ベッカン僕ぶっちゃけ言うと、ドリブルしづらかった。 ででなんでドリブルしづらかったのかなって考えた時に多分これね結構関係すると思うんですよね逆足頻度やや低いなんで無理に右足で持とうとしてなんかスライドドリブルとかしづらかった気がするんですよねペドリとか弱足頻度してる最高最高とかと思うんですけどめちゃくちゃしやすいつすもあるドリブルまあちょっとドリブル数値もあると思うんですけど同じやや低いとロベカルはでもねドリブルしやすいんだけどね背がちっちゃいからなんかな 168cm で。 やや低いだと思うんですけど。まあ、でも、あれかなドリブルとかボールキープが、あのー、ベッカメージョン全然高いし、低身長だからっていうのはあるかもしれないです。183とか超えてると、1 8振動は、やや低いじゃ、ちょっと足りないかなって僕思います。まあ、でもね、普通に強いと思うんで、強いと思うんで、スキルとしても、今回ミドルワンパスルーパー、バックスピンピンクロもうパスめちゃくちゃうまいですね。で、低段ドローブ、キャプテンシー、闘争心。闘争心もついてるでかいですね。玉地は強くなれるんで。おすすめのスキル追加は、 ダブルとアウトスピン1周んってた方がいいかな。左足切らないんでね、アウトスピンないと結構しんどいんですよね。なんでそんな感じでうまく使ってみてあげてください。ま、だぶっちゃけね、ベッカムあんま別に取んなくてもいいかなと思います。まあ、強いけどね、ま、だ僕はイニーテッドとかベッカム好きなんで、であのー、欲しかったですけど。なんでね、まあ、ただ僕がちょっと PS なくてうまく使えてなかっただけっていうのはあるんで、もしね、あのーう、うまく、 使えてるなっていう人がいたらなんかどうやって使えばいいのかどんな育成したらいいのかどんなスキル追加したらいいのか、ね、教えてくれると助かりますじゃあね今日はこんな感じで終わりにしていこうと思うので動画いいな面白いな参考になったなと思ったらぜひ、ね、チャンネル登録をお願いしますじゃあ今日はこれで以上にしていくんで今日も明日も試合ゲームでした失礼します